確認のために全員の年齢を確かめておきたい。みんなは何歳なんだ？あ、まずはお前から教えろと言われそうだから先に答えておくよ。俺は17歳だ。あ、そうなの？意外と若いね。もう25ぐらいかと思ってたわ。むしろなんだったら20代後半ぐらいかと思ってたわ。17歳なんですか？大輔さんが自分より年下だったことに衝撃を受けた。そうだよね。この感じもっと言ってそうなのにね。外見は出来上がっていて20代に見えるし、こんな状況でも落ち着いてみんなを先導してくれる頼りがいがある一面から私よりも年上なんだろうと勝手に思い込んでいた。私は14歳よ。あ、そうなの？意外と年上ね。年上じゃねえ。意外と年、あれなんだね。次にみつかちゃんが年齢を教えてくれた。14歳。彼女も実際の年齢よりもずっと大人びて見えた。そうだよね。10歳ぐらいかと思ったわ。18歳。嘘だろ。30歳ぐらいの貫禄あるって。私も若葉さんと同じ年です。あ、そうなんだ。みんな若いんだ、意外と。あんたたち俺より年上だったのか。いや、同じような驚き方こっちもしてるわ。大輔さんが私たちより年下なのが意外です。私もあなたはてっきり10歳ぐらい年上なのかと思っていたわ。そうなんだ。若葉さんもまあまあな貫禄あるけどね。老けているって言いたいの？ひどくない？いや、そんなこと気にしなくていいわ。17歳は。この世界では大輔さんや若葉さんは私と年齢が近いように見えるけれど、実際にそれぞれ10年ほどの誤差がある。そう考えると二人の今の姿が奇妙に思えてきた。私は39歳だ。あ、そうなんだ。妥当ですね。アバハラさんは見た目通りだな。そうだね。ひどくないか。嘘でももっと若く見えると言ってくれ。いや、年相応って素晴らしいことだと思うよ。年齢がわからないのは残るは二人。全員の視線が、ケイズミ君とヨシコさんに集まっていた。10歳になった。あ、そうなんだ。私は、54よ。あ、そうなんだ。意外と若いっすね。もうちょい70ぐらい言ってんのかと思ってたわ。生きていた時代もバラバラだったけれど、私も大輔さん、そして若尾さん以外は年齢もばらけている。共通の話題を見つけることが難しそうな集まりだった。まあ今はそんな共通の話題なんて見つけなくてもみんな向かう先同じだもんな。私たちがここに来たことには何か理由があるんじゃないかしら。暗い空気を吹き飛ばしたかったのか、みつかちゃんが強い口調でみんなにそう問いかけた。それなんかやっぱ神社にゆかりあるからとかじゃないのかな。だってここ地獄にしても中途半端だもん。天国でも地獄でもない場所にいろんな時代から人が集まってきたってことにはきっと何か理由が。え、静かに。え、久しぶりに来たの？突然若葉さんが叫んだ。はっとしてみんなは銅像のように固まってしまう。耳を澄まして。若葉さんの声は震えていた。言われるまま耳に全神経を集中する。うわぁ。いや、そうだった。いや、なんか、全然こいつ来なかったからさ、もうなんか、のんびりしてたわ。足裏で、床板を擦っているような足音が近づいてきていた。この人数でも加点かな、やっぱ。あの化け物だわ。こっちに来てる。化け物の足音だと気づいて、若葉さんは顔色を失っていた。早く逃げないと。どこに？落ち着け。混乱して手近な部屋に駆け込もうとしている若葉さんを大輔さんが引き留める。そこに逃げ込むのもやめた方がいい。万が一見つかったら逃げ場がない。だけど奴が右に来たら俺たちは左に、奴が左に来たら俺たちは右に逃げよう。廊下は1階も2階も中央の空間を囲むようにして囲むような形で正方形になっている。化け物がどちらの方向から接近してきても逆方向に逃げることで玄関方向へ出ることができる。あ、そっか、それ言ってたもんな、最初に。ゆっくりした足音だから、まだ俺たちには気づいてないはず。気づかれないように移動しよう。わかった。気をつけろよ、床板。老朽化してないやつ踏むんだぞ、みんな。大輔さんの言葉で、みんなわずかながら冷静さを取り戻すことができたようだ。大輔さんがいてくれてよかった。でなければ誰も取りまとめ役を担えず右往左往するばかりだっただろう。挙句別の方向に逃げ出してチリチリになってしまったら化け物と遭遇するかもしれないという特殊な状況の中で合流が難しくなったかもしれない。そうだね。てか、あの白いやつらはもう会えないのかな。大輔さんは一旦言葉を切り物音に耳を澄ました。
逆面は左から来るだろうか、それとも右から来るだろうか。待っている間は恐怖という意図で喉を締められているように感じて、まともに息ができなかった。もう壁とか突っ切って来られたら負けだけどね。足音は左側から聞こえてくる。だから俺たちは右側から逃げよう。足音を蹴取られないように気をつけろよ。大輔さんの指示通り、私たちは音を立てないように注意しながら右側に移動した。走ることができないのがもどかしい。泥水の中を泳いでるように手足が重たかった。だけど聞こえてくる足音の感覚からして、幸い百面にはまだ気づかれてないようだ。もし気づいていたのなら、最初に私を見つけた時のように走り出しているはず。最新の注意を払ったおかげで、百面に気配を悟られずに、私たちは玄関ホールの階段にたどり着くことができた。まだ油断はするなよ。ゆっくりと降りるんだ。大輔さんの言葉にうなずきながら、私たちは慎重に路面に足を置いた。途中まではうまくいってた。うまくいかないじゃん。じゃあ百面の足音はかなり遠ざかったから、このまま急ぎ足で階段を降りて1階のどこかに身を隠せば見つかる心配はないと思えた。まだ安心する場面じゃないのに、私は気の緩みからデイメイの中を抜け出したように体を軽く感じていた。他の人たちも同じ気持ちだったのかもしれない。え、なになに。あ、え、よしこ、よしこ、どうした。幸いかかとは前に滑り、ささくれに足首を傷つけられることはなかったけれど、よしこさんは体勢を崩し路面に尻餅をついてしまう。そして口から飛び出した驚きの声はもう取り消せない。暴れた、まずいぞ。遠ざかっていた百面の足は音はいつの間にか途切れていた。耳を澄ました直後に消えていた足音が復活する。私たちがいる方向に異様な速さで引き返してきていた。うわー、よしこ。私たちが振り返った時にはもう百面は玄関ホールの中2階まで来ていて、手すりから身を乗り出していた。え、めっちゃ速えな。私たちの視線が百面の多くの目の視線と混線する。いやー、大きな頭の化け物を私たちを見つけるなり、顔の中にあるたくさんの目と口を三日月の形に歪めていた。みんな逃げろ。え、お前足止めすんのか。大輔さんの声で私たちは弾けるように動き出す。え、大輔はどうすんの。急いで駆け下りて玄関ホールの床に着地した。そっちに逃げ込むんだ。あ、大輔も逃げてんだ。玄関ホールからは左右どちらの廊下にも入ることができる。私たちがチリジリにならないように、大輔さんは階段から向かって左側の廊下を指さしてくれた。言われるまま私たちは左側の通路に駆け込む。走り続けるんだ。角を曲がり直線の廊下を駆け抜けた。あ、どうした。え、廊下の先に人影を見つけ息を呑む。え、誰お前。誰だ。とっさに大輔さんが呼びかけるも、人影から返事はなかった。しかも銃持ってるぞ。この距離と暗さでは輪郭しかわからない。かっこよさそう。そんな状況で人影に接近することは避けたかったけれど、背後から百面が迫ってきている。前面は正体不明の人物、背面は百面に塞がれ、私たちは挟み撃ちにされていた。この状況では正面にいる人物が敵なのか味方なのかわからなくても、百面に追いつかれないために足を動かし続けるしかない。え、何かの高い音が響き渡った。え、え、誰が撃たれたの？私？鼓膜を貫かれ、驚きから足が止まってしまう。次の瞬間、背後で絶叫が爆発した。え、振り返ると百面は顔面を押さえ、もだえていた。指の合間からはどす黒い血が果汁のようにボタボタと滴り落ちている。何が起こったの？え、倒せるの？あいつ。唖然としてると今度は人影が動いた気配を感じた。その人物は軍服をまとい、小銃を構えていた。銃口からは硝煙がたなびき、彼の足元には薬莢が落ちている。あなたは？うわ、強そう。邪魔だから動くな。え、その一言で私たちは動きを封じられた。軍服の唾が彼の目元に濃い影を落としているけれど、その影の奥に鋭い眼光があることがわかる。おぞましい化け物を前にしても彼は異様なほど落ち着き払っていた。引き金に置いた指も重心を支える腕も全く微動だにしない。え、銃なんてどこにあったの。それ所持しながらお前来れたの。ずるくない。なんか転生あれじゃない。もう
チート能力で転生するみたいなやつお前一人だけやってる。一方百面の方も無数の口からうめき声をまき散らすばかりで一向に倒れる気配はなかった。足を打とう、足を、膝壊そう膝。一瞬銃弾が命中しなかったのかもしれないと思ったけれど、そうではなかった。傷口を押さえていた手が離れると、百面の顔面に銃弾が打ち込まれたと思われる穴が見えたからだ。でもすぐ再生したりすんのかな、こういうやつらって。だけどその穴から湧き水のように流れていた血液がすぐに止まってしまい、傷口自体も盛り上がった肉によってあっさり塞がってしまう。すごいな。どういうシステムなの？銃程度では死なないのか。殺せないと取り乱してもおかしくない場面だった。だけど男性は怯えるどころか落ち着いた動作で重心を動かし、再び百面の頭に標準を合わせていた。傷口が完全に塞がると百面の無数の口は怒りの方向を放った。雷鳴のような大音声を浴びて肌がそば立つ。百面はもう一度、今度は男性めがけて突進し、男性も引き金を引いた。2発目、3発目の発砲にも迷いはなかった。銃弾の雨を浴び、百面はよろめく、鼓膜が破れそうな絶叫とともに、血しぶきが壁に模様を描いていく。すごい分析してんな。だけどそれでも百面は倒れなかった。え、ついよ、もう逃げようぜ。ただ倒れなくても痛みは感じているらしい。百面の憤怒の顔はいつしか苦しみに歪んでいて、無数の目は目尻を下げ、口はへの字へ折れ曲がっていた。耐えきれなくなったのか、百面は身を翻す。ああ、撃退したってこと。男性は銃弾で追い打ちをかけたけれど、逃げ始めた百面の背中はすぐに暗闇の中に埋没してしまった。あ、めっちゃ撃つじゃん。だから命中したのかどうかは確かめられなかった。だって銃弾とか無限じゃないでしょ。百面の足音が遠ざかり、消え去った後も私たちは放心状態だった。え、こいつがいれば安心だ。男性が銃弾を装填する音で我に返る。ただ話しかける勇気がわからなかった。突然現れた武装した男性に何て話しかければいいのかわからなかった。助けてくれて感謝する。私たちを代表して大輔さんが男性に話しかけた。男性の方は軽くうなずいただけだった。いや、クールだな。俺は大輔と言うんだ。よければあんたの名前を教えてくれないか。三坂だ。装填を終えると男性は小銃を肩に担ぐ。あんたも誰かに殺されてここに来たのか。もしかしてこの世界について何か知ってるんじゃないか。知っているなら教えてくれると助かるんだが。悪いが、この世界のことについては何も知らない。それよりも、俺もあんたたちに聞きたいことがある。聞きたいこと？40代後半の手のひらにあざがある男を見なかったか。え、まさか、よしこさん。あ、でもよしこさんは男じゃないのか。え？その男を探しているんだ。見かけなかったが。発見に取られた。この人はこんな世界に放り込まれたのに自分の身の安全や出口を探すことよりも人探しを優先しているらしい。見たのか見てないのかどっちだ。誰一人返事をしなかったからか、男性は、説問口調になっている。いや、俺は見てない。みんなはどうだ。大輔さんに問いかけられて私たちは揃って首を横に振った。誰だ、それは。大輔さんたち以外に出会ったのは3人の少年少女と、百面に捕まってしまったあの男性だけだ。彼が言った特徴に当てはまるのは後者の方だけれど、あの男性の手にあざなどなかった。あ、こいつ40代後半ぐらいなの。しかも手のひらのあざとかよく見てんだな。そうか。男性は落胆を隠さず、ため息を残して身を翻した。一緒に行動してよ。雇う。いくらでも金なら払うぞ。え？男性はそのまま私たちから離れていく。立ち去るつもりのようだ。私たちと一緒に行動しようとか、そういう考えは全くないらしい。すごいな。まあそうだよな。一人の方が有利か。まあ待ってくれ。我に帰った大輔さんが慌てて追いかけていった。なんだ。男性は煩わしいという態度を隠そうともしなかった。俺たちと一緒に行動しないか。人を探しているんだ。だったら俺たちと一緒に探した方が見つかる可能性が高いかもしれないだろ。大輔さんは男性と一緒に行動したいようだ。そりゃそうでしょ。こいつがいればもう怯えることないもん。確かに武器を持っていることに加え、あの百面を相手に同日撃退できるだけの強靭な精神力を持っている人が一緒に行動してくれるのなら心強い。でもこいつの独裁政治になっちゃわん。一緒に出口を探そう。探索しているうちにあんたの探し人も見つかるかもしれない。
そうだな。男性は私たちから視線を外して少しの間思案していた。確かに、大人数の方が出口を見つけられる可能性は高いかもしれない。そうだろ、そうだろ。だから俺たちと一緒に行こう。いや、断る流れだな、これ。大輔さんは喜んでいる。だけれど、一方で男性の動向に不安を覚えているのか、よしこさんたちは浮かない顔になってた。なんでなんで？怖い、やっぱこいつ。それじゃあ改めて自己紹介を。自己紹介は後にして、まずは隠れられる場所を探そう。あの化け物が引き返してくるかもしれない。確かに。よく状況が見えてんの、あいつ。阿波原さんが二人の横をすり抜けて奥へ進んでいった。それもそうだな。急ごう。大輔さんもそう言って動き出す。ん？なんだ？阿波原さんの横に並び、私は彼がひどく緊張していることに気づいた。あ、お前手隠してんな。もしかして40代後半なのか、年齢を偽ったか、お前。脅威は去ったのに彼はまだ何かに怯えている。そして彼は、三坂さんを何度も盗み見ていた。え？コツコツコツと、先頭を歩く阿波原さんの杖の音が私たちを導く。え？どれくらい進んだだろうか。唐突に三坂さんが立ち止まった。どうした？その行動を軽減に思った大輔さんが三坂さんの顔を見る。何かあったか？その杖の音、重いな。え、どういうこと？え、武器が仕込まれてるとかそういうシステム？三坂さんのそのつぶやきは大輔さんの問いかけに対する答えではなかった。彼のいるような視線はまっすぐ阿波原さんに突き刺さっている。視線の方向からつぶやきが阿波原さんに向けられているものだということが分かった。杖の音、何の話だ。置いてかれてる俺ら。重く沈み込むような音がする。見た目通りの木製の杖ならもっと音が軽いはず。杖の中に何を仕込んでいる。わ、すごいなお前。阿波原さんの顔は引きつったように見えた。二人の間に緊迫した空気が漂う。何が起こっているのかわけがわからないまま、私たちもその空気に引きずられうろたえてしまった。おいおい、喧嘩か。仲良くしようよ。大輔さんが仲裁に入ってくれた。だけど大輔さんにも何が原因で二人が揉めているのかわからないから、なだめることしかできない。何が気に障ったんだ。あんたも連中の仲間か。だけどもはや三坂さんの耳には仲裁の声も届いてないようだった。彼の視野にはすでに阿波原さんしか入ってない。何なのこいつは。突然どうしたの。全然喋んねえもん、阿波原くん。三坂さんの言動も謎だったけれど、阿波原さんの反応も不思議だ。どうして何も言おうとしないのか。え、もう手のひらあざある、お前。ちょっと私手相わかるんだけど、ちょっと見せてもらえる、手のひら。今の阿波原さんは、痛いところを疲れてうろたえてるように見える。私は。阿波原さんが動こうとする。だけどそれを制するように、三坂さんの方が先に動いていた。え？三坂さんは障子を素早く上げ、銃口を阿波原さんに向ける。あ、もめんな、もめんなって今は。三坂さんが決定的な行動に出たことで、また空気が張り詰めた。もう、今さ、共通の敵いるんだから、一旦そういうことを置いといてよ。私は動けなくなり、他の人たちも固まっている。隠しているものを出せ。おいおい、何してんだ。銃を下ろせ。俺たちで争う必要ある今。大輔さんが止めたけれど、三坂さんは取り合わない。聞こえなかったのか。隠しているものを出せと言ったんだ。何の話かわからないな。だったら杖をこちらに渡せ。何に怒ってるか知らないが、銃を向けるのはよせ。本当によせよせ。俺は怒ってるわけじゃない。脅威を取り除きたいだけだ。お前が今のところ一番の脅威になってるぞ。さっきまで仲良くやってたけど。私たち、脅威って誰のこと。突然影が動いた。先制したのは三坂さんではなく阿波原さんだった。何何してんのお前も。大きく三坂さんの方に踏み出して、阿波原さんは杖を横に振る。三坂さんが構えていた小銃の刀身は杖の先に弾かれて大きく横にずれた。阿波原さんの行動はそれだけでもとどまらず、彼はさらにもう一歩三坂さんの方へ踏み込む。止めろ止めろ。そうしながら阿波原さんは左手で杖の端を持ち、もう一方の手で持ち手を握る。持ち手がスルリと柄から抜けたように見えた。持ち手の先には
鈍色に光る刀身があった。え、なんなのお前。なんだ。アバハラさんはその刀で三坂さんに切りかかった。三坂さんは小銃を盾にその一刀をやり過ごす。刃は小銃の刀身に食い込んでいた。何してんのお前ら。三坂さんは小銃でアバハラさんを引きつけつつ、前のめりになった彼に足払いを食らわせた。いや何やってんのじいさんも。アバハラさんの体は大きく前に倒れ、三坂さんに寄りかかる格好になった。さらに突き飛ばされその場へへたり込む。刀を捨てろ。三坂さんは改めて銃口をアバハラさんに向けた。捨てないのなら遺体に穴が開くことになるぞ。最後の警告だ。もうさっきのような不意打ちが三坂さんに通じないことは本人にも分かっていたはず。なのにそこまで警戒されてもアバハラさんは決して刀を手放そうとしなかった。なんで。何してんの。アバハラさんは仕込み杖を三坂さんに投げつけ、三坂さんがひるんだ時に小銃の刀身につかみかかる。次は銃を取ろうとしてんの。三坂さんは引き金を引いたけれど、その時はもう銃口は天井に向けられていた。いやーもう何してんのお前ら。銃口が火を吹いて銃弾が天井に穴をうがつ。いや化け物来るだろこんなんやってたら。アバハラさんは小銃を奪おうと重心をつかみ自分の方へ引っ張った。だけど力比べではアバハラさんは三坂さんの敵ではなかった。三坂さんは自分の方へ引くのではなく、むしろ重心を押してそれでアバハラさんの胸を打った。いやー揉めんなマジで。うげ。胸を打たれたアバハラさんは再び尻餅をつく。三坂さんは小銃を回すように動かし、流れるように構え直すと再び銃口をアバハラさんの額に向けていた。今度は警告はなかった。殺したの。鼓膜が破れそうな銃声と一拍遅れてアバハラさんが床に叩きつけられる音が聞こえた。もう恐怖だよ。そして花火のような模様の血痕が床板に花咲く。もうこんなん一緒に行動したくなくなっちゃってみんな。そしてアバハラさんは動かなくなった。事情を話してよ。事情を。生死を確かめる必要はない。銃弾はアバハラさんの眉間に深い穴を開けていたのだから。それを目の当たりにして私たちは息ができなくなり、ほんの一瞬完全なる静寂が場を支配していた。何してんのお前。いやーそうなるわな。少し遅れてヨシコさんの悲鳴が鼓膜を貫く。振り返ると真っ先に逃げ出したヨシコさんの背中はもう遠くにあった。お前もう、マジかよ。ヨシコさんの悲鳴で自分を取り戻し私たちも後に続く。大丈夫。どうして二人が争ったのか、その理由に考えを巡らせる余裕もなく、ただ今は一刻も早く三坂さんから遠ざかりたかった。いやなんか理由があんだって絶対に。だって、三坂さんはさ、警告しただけじゃん。先に手出したのは結構、アバハラさんだよ。廊下の角を曲がるとき、後ろを振り返る。三坂さんは追いかける素振りどころか、こちらは見ることすらなく、その場に留まっていた。いや、話聞いといた方がいいって。三坂さんもだって、三章、白衣の子供たち。結構長いね。なんか3時間ぐらいのゲームって書いてあったけど、もう多分3時間以上やってんじゃねえかな、余裕で。逃げ続けて私たちは1階の廊下を時計回りに半周し、気づくと玄関ホールの手前まで戻ってきていた。急かされるように脇目も振らずに逃げてきたけれど、廊下の出口に玄関ホールの光が見えてようやく少し冷静になった。三坂さんから逃げるために走っていたのに、このままでは彼と出会った場所まで戻ってしまう。でもみんな混乱していて立ち止まるということができなくなっているようだ。いい。もう、パッパッパって走って戻ってきてさ、ところでさっきなんでこんなことしたのって聞こうよ、急に。みんな待て。大輔さんが両腕を広げて全員の動きを止めてくれた。玄関ホールに戻るのは危険だ。どこかに隠れよう。それで全員が我に返ったようだった。ひとまず一箇所に集まって休息を取り、息切れが沈まるのを待つ。背後に三坂さんの気配はない。そもそも彼は私たちを追いかけて来ようとしなかった。なんなのあの人。動機が収まらないのか、若葉さんは苦しそうに胸を押さえている。最初から怖い人だとは思っていたわ。一緒に行動しなくて正解。そうかな。よしこさんも苦しそうに声を絞り出した。三坂さんが味方になってくれれば心強いと私や大輔さんは思っていた。でも一方でよしこさんたちは三坂さんを恐れていた。
こんな不気味な世界に放り込まれていても、顔色を変えず化け物と遭遇しても淡々と発砲する、そこに人間らしい感情の流れを読み取れなくて不気味に感じたのかもしれない。あいつを仲間に引き入れようとしたのは間違いだったみたいだ。俺の落ち度だ。本当にすまない。いや、そうかな。いや、そうかな。だってさ、アバハラがめちゃくちゃ悪いやつなのかもしんないじゃん。単純に。単純にアバハラがめちゃくちゃ悪いやつで、むしろアバハラとこのあの後をさ、普通に行動してたらやばかったみたいなことなのかもしんないよ。大輔さんは深く頭を下げる。俺のせいでアバハラさんが。あなたが悪いんじゃないと思う。そう言ったのはケイズミ君だった。実際にアバハラさんも危険な人だったんだと思うから。そうだよね。本当にそう思うわ。なんでみんな三坂さんの方ばっか言うのって感じなんだけど。ケイズミ君がそんなことを言い出したのが意外で、私たちは揃って目を瞬かせてしまった。どうしてそう思うの？二人が争ってる時にアバハラさんの足が見えたんだ。杖が必要なぐらい片足が悪いと言っていたのに、どちらの足も細くはなかった。本当に片足が不自由で、もう一方の足で悪い方の足をかばいながら生活していたのなら、片足の筋力が落ちて細くなってるはず。お前洞察力半端ねえな。でも実際はそうじゃなかった。それに二人が争っている時、アバハラさんは足が不自由には見えなかったよ。ケイズミ君が言う通り、三坂さんと争っている時のアバハラさんの動きは、とても足が悪い人の動きには見えなかった。それに着物の裾がめくれた時に見えた両足も、太さは均等で、筋肉の量が不揃いということもなかった。足が悪いって俺たち嘘ついてたってことか。どうしてそんなことを。いや、わかんないけど。理由はわからないけど。ケイズミ君は考え込む。アバハラさんがそんなことをする理由がわからない。そんな嘘をついたところで彼には何の利得もなかったはずだ。いやでも、だから杖を持ってる理由になるもんね。足が悪いから杖持ってんだってなるもんね。足悪くないんだったらなんでその杖持ってるんですかってなるもんね、絶対。で、その杖の話になって、その杖怪しまれたら、アバハラさん的にも都合悪かったりするんじゃないかな。それにあの人が持ち歩いてたのは仕込み杖とか仕込み刀って呼ばれる暗器で。暗殺者なのかな。あ、暗器。隠し武器のこと。刀だとわからないように偽装してある。そもそも普通の物書きは仕込み杖なんて持ち歩かないと思うんだ。物書きどころかそんなもの持ってる一般人も珍しいぞ。確かにそう考えるとアバハラさんには不審な点が多いな。スラスラと推理を語るケイズミ君に感心してしまう。この中で一番の年少者なのに、誰よりも鋭い観察眼を持っているようだ。そんな知識どこで手に入れたんだ？仕込み杖の話なら歴史小説に出てきたから。自分の話になると途端にケイズミ君の声が小さくしぼんでしまった。全員の視線が自分に集まっていることをケイズミ君は嫌がっているようだ。今まで発言に消極的だったのは目立つことを避けたいという心理が働いていたのかもしれない。難しそうな本を読んでそうだな。俺は本なんてさっぱりだよ。小さな文字を見ると頭が痛くなる。記者なのに本を読まないの？大輔さんを見るケイズミ君の目つきが少し冷たくなったように見えた。なんか下に見た今、大輔さんを。仕込み杖。確かにケイズミ君の話には筋が通ってる。おかげで私たちの見方は大きく変わっていた。アバハラさんが撃たれた時、私たちの目には、三坂さんは善良な一般人を容赦なく撃ち殺した凶悪な人物として映った。なんでそうやって映るの？だって普通にアバハラさんが先に手出したからね。三坂さんはだって、その杖をこちらによこせって言っただけだからね。だけどアバハラさんが善良な一般人ではなく、三坂さんの脅威を取り除きたいという言葉が正しかったのなら、話は違ってくる。となると三坂さんが一方的に悪かったわけではなかったのかも。今からでも引き返して話聞いてみるべきか、絶対それは無理だろ、もう。いえ、それはダメよ。珍しくヨシコさんが強い口調で反対した。アバハラさんに不審な点があることは分かったけれど、あの男は危険じゃないとは誰にも言い切れないでしょう。人を撃ったのに平然としていたわ。正気とは思えない。え、そうかな。市民を守るための警察とかでもそうだったりするんじゃないのかな。それは、いや、そんなことはないのか。アバハラさんには不審な点があるとはいえ、三坂さんが躊躇なく発砲し、
人を殺した後も取り乱すことがなかったことは事実だ。私もあの人のところに戻るのは反対よ。アバハラさんが嘘ついてたのだとしても、あの人が味方ということにはならないでしょう。ならないけど、仲間でいてくれれば化け物の脅威は少なくなるけどね。私にはよくわからないわ。若葉さんも反対し、三塚ちゃんは迷っている。大輔さんは判断に迷ったようで、ケイズミ君を見下ろした。ケイズミはどう思う？わからないよ。だってあの人のこと何もわからないし。三坂さんに関してはそもそも敵なのか味方なのか判断できる情報が揃ってるね。ちゃんと話し合った方がよかったって絶対。あの数分の出来事で読み取れた情報といえば、軍服を着ていることと銃の扱いに慣れていることから、おそらく職業軍人なのだろうということだけだ。一体あの二人は何者だったのだろうかと答えも出ないのに取り留めもなく考えてしまう。でももう逃げなくてもいいと思う。多分追ってこない。どうしてそう言い切れるんだ？僕らのことを追いかけて来ようとしてなかった。気まぐれで僕らを助けてくれただけで、最初から別行動するつもりだったみたいだし、追いかけてくるほど僕らに興味はないと思う。そうか。いやだって、快楽殺人っていう感じじゃなかったじゃん、あの人。さっきの話を聞いた後では、ケイズミ君の言い分には説得力があるように思えた。少し安心したのか、若葉さんたちの表情が明るくなる。三坂と名乗ったあの人、軍服を着ていたわね。そういう、ということは軍人なのかしら。どうだろうな。名前だけじゃなく生きていた時代のことも聞いておくべきだったな。いやもうそんな時間なかったもん。確かに。どの時代の人なのかが気になる。だけど、今から三坂さんを追いかけて質問する気にはなれなかった。とにかく一旦隠れられる場所を探そう。役面がまだ屋敷の中をうろついてるかもしれないからな。しばらくおとなしくしておこう。大輔さんは気持ちを切り替えて身を翻す。その矢先、私たちは廊下の先に小さな人影を発見した。あ、子供たち。そこにいたのは最初に出会った三人の少年少女だった。あなたたちは？あ、びっくりしてる。三人は私たちを目が合うなり、さっと体を反転させて走り出してしまった。そして曲がり角の影の中に消えてしまう。待ってくれ。そっか、三人とも死に装束をさ、まとっていたから、三人は、なんか、生贄とかされた三人だったりすんのかな。大輔さんが少年たちを追いかけたので、私たちも後に続いた。だけど少年たちが逃げ込んだ部屋に入ってみると、部屋の中に彼らの姿はなかった。いやでも一回見たことあるもんな、この感じ。いない。いや、どっかになんか細工があるんだって。そんなはずはない。確かに彼らがこの部屋に駆け込む瞬間を、この目で見たのだから。でも実際に家具の裏側などの死角になっている場所を覗き込んでも、誰も隠れていなかった。どうしていないの？まさか消えた？いえ、隠れているだけだと思います。え？最初に出会った時も、今と同じ状況だったんです。最初はいないと思ったけれど、本当は隠れていました。一度目も少年たちを追いかけて入った部屋に彼らの姿はなかった。あの時少年たちは腰掛けの下部の空間に隠れていたから、きっとこの部屋にも一見してはわからないような場所に身を隠せる空間があるのだろうと思う。この部屋のどこかに隠れているということね。多分。ここじゃないかな。あ、わかんの。大輔さんは部屋の隅の絨毯がめくれて床板がむき出しになっている場所に立っていた。ここの床板を見てくれ。大輔さんは片膝をつき、床板を指先でなぞる。なぜかその部分だけ床の木目に沿っていない線があった。一つ不審な点に気づくと、なぜここだけ絨毯がめくれているのかというのも気になり始める。もしかして地下があるんでしょうか？この木目に沿っていない線は、床、下、扉の輪郭線なのだろうか。恩宮寺の屋敷に地下があるという話は聞いたことがない。だけど使用人の立ち入りが固く禁じられている部屋はいくつかある。そうなんだ。以前使用人が窃盗事件を起こしたことがあったそうで、以来貴重品の保管庫に使用人の入室が禁じられたそうだ。あ、だから怒ってたのか、英子さん。盗難を防ぐために使用人が知らない貴重品保管庫があったとしてもおかしくはない。
収納庫か、それとも地下か、開けてみなきゃわからんな。開けるには道具がいりそうだな。え、どうやって入ったのあいつらじゃ。正方形の蓋には何か引っかかるような穴がついてる。おそらく先端にこの穴の形状にはまる突起物がついた棒が必要なのだろう。でも部屋の中にはそれらしいものが見当たらない。この中に入っていった坊主どもが、俺たちが追いかけてこれないように引っ掛け棒を持っていったのかもしれない。ひどいじゃない。どうしてそんな意地悪をするの。いや、むしろ相手からしたら俺たちの方が怖いもん、絶対。俺たちを警戒してるんだろうな。もしくは俺たちを助けたことで、あの化け物に見つかることを恐れてるのかも。そこで私は、私を助けてくれた千早という少年が仲間に怒られていたことを思い出した。少年たちはこの世界に慣れていると言っても、百面から誰かを助ける行為は、自分たちの身を危うくすることでもあるのだろう。少年、君たちがそこにいるのは分かってるんだ。どうかここは開けてくれないか。大輔さんが少年たちに呼びかけたけれど、中から返事はなかった。お前まっすぐだな、めちゃくちゃ。俺たちも隠れたいんだ。意地悪せずに開けてくれ。呼びかけても返答はなかった。いや、そりゃそうだよね。だって大人なんだもんね、みんな。力で負けちゃうからさ。もうこいつら助けたら、自分たちの安全を全部取られちゃうって思うのかな。床下扉に耳を押し当てて、中の気配を探ってみる。断言はできないけれど、わずかに少年たちが息を潜めている気配が感じられる気がした。大輔さん？おずおずと若葉さんが近づいてきた。百面が戻ってこないとも限らないから、今は隠れる場所を探すことを優先しない？百面が引き返してきてまた出くわしてしまったら、この部屋には逃げ場がない。地下に入れないのなら別の部屋に隠れられる場所を探す必要があった。少年たちは開けてくれるつもりがないんでしょ。腹立たしいけど、今は隠れることを優先すべき。腹立たしいかな。あいつらもあいつらなりにだって精一杯生きてんだよ。腹立たしいかな。そんなあいつらの安全を脅かしてまで俺たち生きるってのは正しいことなのかな。百面の気配が感じられなくなってからもう一度少年たちを探せばいいわ。若葉さん、ちょっとなんか怖いよね。もう少し、もう少しだけ待ってくれ。大輔さんは食い下がった。頼む、俺たちをかくまってくれないか。あの化け物が引き返してきたら逃げ場がないんだ。やはり少年たちの声が聞こえることはなかった。ケイズミが何か言ったらなんとかなんねえのか。ダメか。さすがに大輔さんも諦めたようだった。他の場所を探すしかないようだな。待ってください。大輔さんを押しのけて床下扉に手を置く。それから深呼吸をして肺いっぱいに空気を取り込んだ。開けてくれないのならここで騒ぎ続けるからね。え？するとどうなんの？え、するとどうなんの？大輔さんたちの目が丸くなる。いいの？私たちが騒ぐ声が百面の耳に届いたら、百面もあなたたちがここにいることを知ることになるよ。この床下扉の上で出待ちされるかもね。え、何こいつら悪？百面の知能の高さはわからないけれど、最低限言葉の意味を理解する程度の知能はあると感じた。きっと私の言葉を理解し、獲物がいる場所を特定して待つこともできるはず。私たちがここで騒ぎ続ければ、彼らも窮地に陥ることになる。え、だってどうすんの？大人あと二人ぐらいしか入れない空間しかなかったらどうすんの？開けてくれるなら騒ぐのをやめる。え、だって本当にどうすんの？確証なさすぎん？一応ちゃん、あ、大きい声は出さないで。そうだよね。正気？確かに大きな声を出せば扉を開けてもらえるかもしれないけど、その前に百面が来てしまったら私たちの方が危ないわよ。若葉さんやみつかちゃんは焦ってるようだし、そりゃそうだよね。私のやり方はモルハの剣だ。もしかしたら少年たちが床下扉を開けてくれるかもしれないけど、同時に私の声がまた百面を呼び寄せてしまうかもしれない。でもここで少年たちを逃してしまったら次に会えるかどうかもわからない。この世界のことを熟知しているあの少年たちに、出口と呼べるものがあるのか、ここで聞いておかなければ二度と機会はない気がした。なるほど、確かに。おう、それいい作戦だな。大きな声を出すのは得意だから手伝うぜ。大輔さんだけは私に賛同してくれた。そっか、大輔と一葉ちゃんだけが出口のことを考えてるっていうか、この先のことも考えてんのかな。他の奴らは今生きることだけを考えてたりすんのかな。大輔さんは前に出て勢いよく床下扉を踏みつける。どうする？俺の声は無駄にできんだぞ。
子供の頃から近所のおじさんに声がうるせえうるせえって言われ続けてきたんだからな。きっとあの化け物が来ちまうけど、それでもいいのか。畜生、子供を脅すなんてお前ら引きを出す。床下扉の中から秋広くんの声が返ってきた。え、そうだよね。いや、割ともうあれなんだけど、白い子供たちに同情しちゃうんだけど。大輔さん、そうだな、もっと大きな声で怒鳴ってみるか。開ける、開けるよ。観念したのか、そんな返事があった。うまくいった。私は大輔さんと顔見合わせて北総 M。 え、だってあいつら悪い奴らじゃないから。あいつらが悪い奴らとかならあれだけど、子供たち3人で必死に生きてる奴らなんじゃないの。だって鍵がかかっていたのか。会場の音がした。どけよ、お前らが乗っかかってるから開かないだろうが。あ、ごめんなさい。私たちが飛びのいた直後、床下扉が勢いよく開いて、秋広くんが顔を出した。さっさと中に入れ。え、みんな入れるの？ちゃんと。本当にだってさ、一番最初みたいにぎゅうぎゅうのスペースしかなくてとかだったら、床下扉の中には地下に続く階段があった。全員が階段の中段あたりまで降りると、秋広くんは急いで床下扉を閉じ、姿勢を低くする。路面を照らしていた上階の光が蓋に切り取られていた。完全なる暗闇の中で目が慣れるまで時間がかかったけれど、千早くんたちの気配が近くにあるおかげで、恐怖心はそれほど感じずに済んだ。秋広くんはなぜかすぐに動き出そうとせず、緊張した面持ちでじっと座っている。百面がここに来ることを恐れて、外の物音に耳を傾けているようだ。しばらくは息を詰め、外の気配に耳を澄ましていた。幸い百面の声や足音が聞こえてくることはなかった。あれだけ騒いだから、あの化け物が戻ってくるかもしれないと思ったが、そんなことはなかったようだな。百面は耳が悪いんだ。いや、耳が悪いっていうか、たくさんの口が好き勝手にわめいてるから、その声が他の物音をかき消してるんだ。あ、そうなの？でも、よしこさんの足音とか、足音つか踏み外した音とかに気づくようなやつだよ、あいつら。でも、その代わりに目がいいんだ。光るものが大好きだから、妖刀の光とか鏡の反射とか、遠くからでも見つけるぞ。へぇ。だから近くにいたんだとしても、あんたたちがどの部屋で騒いでいたのかわからなかったはずだ。なるほど。その説明で納得できた。確かにあの言葉にならないうめき声がラジオのように流れ続けている間は、他の物音を聞き取りにくいはず。というか四六時中、様々な音程のうめき声を聞かされ続けるなんて拷問に等しい。百面はこの近くにいなかったみたいだな。百面の脅威はないと判断したのか、秋広くんが肩から力を抜く。それが合図になり、私たちも緊張から解放された。緊張状態が続いた反動で、今まで蓄積された疲労感が重くのしかかってくる。秋広くんは立ち上がり階段を降りようとした。でも私たちが座り込んでいたから通り抜ける幅がなかったようだ。秋広くんの目尻が釣り上がる。おい、通れないから早く降りてくれよ。あ、悪い。私たちが脇に避けると、秋広くんは二段飛ばしで階段を降りていった。行こうぜ、日和、千早。再下段に立っていた千早くんと日和ちゃんが秋広くんと一緒に動き出した。あ、他の出口に通じてんのかな。あ、待って。目が慣れないままだったから、私たちは路面を踏み外さないように慎重に階段を降りてから少年少女を追いかけた。高い位置に小さな窓があるから、完全なる暗闇ではなかったけれど、それでも地下はとても暗かった。なのに少年たちの姿だけは白い光そのもののように浮かび上がっているおかげで、奥に向かっていく少年たちの後ろ姿を見失わずに済んだ。大輔さんがランタンのろうそくに火を灯す。地下の柱や格子の木目がランタンの光で暴き出される。ここは？そこは奇妙な空間だった。地下空間は1階や2階のように壁で仕切られてはいなかった。柱で区切られた一つ一つの空間には、壁の代わりに格子がはめられていて、
格子戸には巨大な、なんだろう、鍵みたいなやつなのかな、がついていた。格子窓の奥に汚れた座敷が見える。寝起きするための寝具が奥の壁に畳まれた状態で置かれている。あ、牢屋みたいな感じなのかな。想像していた地下とは全く違った。ここはまるで牢獄的な？なんだここは、まるで座敷牢か。壁の代わりの格子戸、扉につけられた勘抜きって読むらしいっすね。壁の代わりの格子戸、扉につけられた勘抜きを見るに、座敷牢だと考えるのは妥当だ。大富豪の豪邸の地下になんでこんな物騒なもんが。なぜこんなものが御宮寺の屋敷の地下にあるのか理解ができなかった。御宮寺一族には誰かを監禁するための部屋なんて必要ないはずだ。あ、私たちが座敷牢に気取られてるうちに、少年少女がまた逃げようとしていることに気づいた。待って、もう逃げないで。思わず声を上げると反射的に足が固まったのか、千早くんが立ち止まってくれた。釣られたのか残る二人も足を止める。引き止めることはできたものの、少年たちは警戒態勢を解いてはくれない。私たちが少しでも距離を詰めて、少年たちを刺激すれば彼らはまた逃げてしまう気がした。逃げないで聞いてほしい。大輔さんもそのあたりを考慮して、ある程度間合いを保ったまま、できるだけ穏やかに少年たちに話しかけていた。君たちを傷つけるつもりはない。俺たちはただ、自分の家に帰りたいだけなんだ。もしこの世界に出口と呼べる場所があるなら、その場所まで案内してくれないか、頼む。少年たちは困ったように顔を見合わせる。ほら、俺たちが家に帰れば、君たちも俺たちに煩わされずに済むだろう。大輔さんが身振り手振りを加えて訴えるも、少年たちは真顔のまま沈黙している。無味乾燥な反応に心をくじかれたのか、大輔さんの言葉はあっさり尽きてしまった。出口まで案内すればいいのね。え、あんの？出口、本当に。しばらくしてそう切り返してきたのは日和ちゃんだった。あるの？あ、案内してくれるのか。というか出口があるんだな。いや、屋敷の出口とかじゃないの。希望が見えてみんなの顔が明るくなる。だけど秋広くんは渋い顔をしていた。おい日和、余計なことは。ついてきて。え、なになになに？聞けよ。え、なになに？秋広くんは止めようとしたけれど、日和ちゃんは耳を貸さずに奥の床下扉を開く。するとさらに地下に続く階段が見えた。あ、地獄に行っちゃうの。まだ地下があるのか。一体この建物の土台はどれだけ深いのだろう。私たちが戸惑っている間に少年少女は床下扉の中に身を投じていた。置いてかれないように行くぞ。大輔さんに促されて私たちは緊張しながら地下牢のさらに下に広がる空間を覗き込む。え、地下牢のさらに下には廊下があった。え、どんな構造なの？おかしい。地下のさらに地下となれば、その廊下は光が届かないくらい地中にあるはず。なのになぜかその廊下には窓が設置されていて、しかも窓からは青い光が差し込んでいた。どういうことだ？大輔さんも混乱している。ほら早く来いよ。え、なになに？理由を説明してくれ、ちゃんと。私たちがいつまでも階段の手前に留まっていることに呆れたのか、秋広くんがせかしてきた。なんで地下の窓が明るいんだ？この光はどこから入ってくる？あのな、秋広くんは苛立ったのか、頭を乱暴にかく。現世の物差しで考えるなよ。ここはそういう世界なんだ。雑な説明だった。でもその雑な説明に妙に納得してしまう。深く考えたところで答えは出ないのだろう。この世界で過ごしているらしい少年少女ですら、この世界の事象を説明できないのだ。考えれば考えるほど、思考の糸が絡まってほどけなくなるから、ここはそういう世界だで、疑問を片付けてしまうのが一番いい。早く降りてきて。混乱して固まっている私たちを日和ちゃんがせかしてくる。出口を見つけたいんでしょ？だったら急ごう。あんの？本当に。騙されてない？うん。今は日和ちゃんたちを信じ、覚悟を決めて彼女たちが導いてくれるその先へ向かうしかなかった。え、なんなの？なんなの？意を決してはしごを降りる。
ついてきて。全員が降りてくると、日和ちゃんは早速歩き出した。私たちは巡礼者のように一列になって進む。ここには化け物いないの。地下は和洋折衷だった地上の屋敷とは違い、日本家屋そのものだった。古びた床板は黒ずみ、体重をかけると砂浜のようにわずかに沈む。まだ新しい部分もあった屋敷と違い、ここは全てが古びていた。そしてその廊下は異様なほど長い。上の屋敷は一応恩宮寺の屋敷の構造と同じだったが、ここからは現実の屋敷とは全く関係ない空間みたいだな。現実の恩宮寺の屋敷にも地下があるのかどうかはわからないけれど、たとえ地下があったとしてもこんなに広くはないはず。それは敷地面積や構造から考えてもありえないことだった。上の屋敷とは違い、ここは現実には存在しない完全なる異界の風景だ。光が届かない地下のはずなのに、窓が明るいことや屋敷の作りとは異なる御殿風の内装から考えてもそれは明らかだった。ここはどれぐらい広いんだ。歩きながら大輔さんが秋広くんたちに問いかける。さあって。上の屋敷と違ってここは時間の経過とともに構造や広さが変わるんだ。だから俺たちでもどれぐらい広いのかわからない。あ、そうなの。毎回構造が変わる。よくあるなんかホラーゲームみたいだね。ランダム的なやつなんだ。あんたたちが今までうろついていた上の屋敷はこの世界の屋根みたいなもんなんだよ。地下の方が圧倒的に広い。あのバカでかい屋敷が屋根だと。ここに入るための扉も毎回変わる。今回はあの床下扉から来ることができたけれど、数時間後には別の扉が入り口になってると思う。聞けば聞くほどにわかには信じがたい話ばかりだった。でも実際にここでは信じられないようなことばかり起こっている。だから構造が変わるという話も真実なのだろうと思えた。この場所では現世とは時間の流れが違うの。そして上の屋敷は過去、現在、未来の恩宮寺の屋敷のありさも反映している。いろんな時代の屋敷が混ざり合ってるの。あ、だから一部が新しかったり古かったりしたのか。日和ちゃんの説明で屋敷の一部が真新しかったり、逆に古びてる原因が分かった。真新しい部分は建てられたばかりの過去の屋敷で、古びてるのは経年劣化により色彩を失ってしまった未来の屋敷のようだ。過去と未来がこの場所で混ざり合っている。あなたたちはずっとこの世界をさまよってるの？問いかけると日和ちゃんはうつむいてしまった。日和ちゃんたちがどの時代を生きていたのか私たちは知らない。でも、隅詰め楼閣の仕組みを学ぶ程度にはこの陰鬱な世界で仲間たちと過ごしてきたのだろう。暗い屋敷の中を化け物に見つからないように注意しながらさまよう日々。それは私には死んで意識が消えることよりも恐ろしいことに思えた。多分あなたたちが思うほど長くさまよってるわけじゃないと思う。ここでは時間の経過を感じにくいから断言はできないけど、時間が滞留しているような場所、そう考えてくれればいいわ。時間が滞留？その説明が謎かけのように感じられ、すんなりと頭に入ってこなかった。川底のくぼみに、よどみができるでしょ。流れてきた木の葉や、流木がそのよどみに溜まっていく。現世の時間の流れを川に例えるなら、ここはそういう場所なの。わかんねえわかんねえ、ピンとこねえわ。あんたたちでも理解できるように俺が説明してやるよ。すると秋広くんが胸を張った。どうした急に。大昔の人間が死んでこの世界にやってきたと仮定する。だけどそんなに時間が経たずに今度はあんたたちがやってくる。あんたたちがやってきてからまたそんなに経たずに今度は未来で死んだ奴がやってくる。つまりそういうことだ。あ、なるほどね。わかりやすい。こっちのが秋広くんなりにわかりやすく説明してくれたつもりなんだろう。だからもう一分後とかが何百年とかだったりするかもしんないってことなんでしょう。でも分かりにくい説明で逆に混乱が深まってみんなの頭にはまだ疑問符が浮かんでいた。つまり、現実世界では10年の間隔もこの場所では1分で過ぎてしまったりするってこと。ま、そういうこと。ああ、なるほど、そういう意味か。ケイズミくんが難解な説明を分かりやすく噛み砕いてくれたおかげで、アキヒロくんやヒオリちゃんが伝えたかったことを理解することができた。あいつ賢いな。ここの時間の流れは、現世の時間の流れとは明らかに違う。現世の10年はここでは1時間、もしくは1分で過ぎる。
日和ちゃんの声は冷えた空間に鈴の音のように軽やかに染み渡った。それに時間が逆転することもよくある。未来からの客人が来たと思ったら、その後に過去の旅人が訪れたりね。あ、そうなの。どの時代の人がいつここにたどり着くのか誰にも予想できない。この世界は気まぐれだから。世界が気まぐれなんて、まるでこの世界そのものが生きてるかと思っているようなセリフだ。まさかそんなことはないだろうと思いつつ、もしこの世界が一つの巨大な生き物で、私たちが今その生き物の腹の中をさまよっているのなら、なんて考えてしまい背筋が凍るわ。そうやって考えると超怖いね。とすると、この世界の出口を通ったら、私たちは、俺たちはどこに戻ることになるんだ。まさか、棺桶の中じゃないだろうな。大輔さんの指摘で私はその問題があることに気づく。さ、出てみたらわかると思うわ。いや、怖っ。濁されてしまったことで不安が強まった。おじさん、頼むから俺の亡骸をすぐに火葬場に持っていかずにしばらく保存しておいてくれよ。さらに大輔さんのつぶやきで、とどめを刺され、出口があるという喜びよりも、その出口を通ったらどうなるのだろうかという不安が上回った子は、せっかく出口を見つけても、戻る場所が火葬場だったら意味がない。余計苦しむだけだもんな。戻ることが幸せだとは限らないけど。え？なんでもない。大輔さんには日和ちゃんのつぶやきが聞こえなかったようだ。私は聞き取れたけれど、そのつぶやきにゾッとして聞き直したくなかったから黙っておいた。え、何なんだろう。お前ら全てを知ってるかのように喋ってんな、ずっと。ところで出口まであとどれぐらい歩けばいいんだ。一向に出口らしきものが見えてこないことに焦りを感じたのか、大輔さんがそんな質問を投げかけていた。さあ、わからないわ。あ、そっか。だから、この瞬間にも、この構造が変わってるからとかなのかな。日和ちゃんから帰ってきた答えがあまりにも頼りなかったから拍子抜けてしてしまった。変な風に噛んだな。どういうことだ。出口に向かってるんじゃないのか。出口の場所は毎回変わるの。だから、あなたたちに自力で見つけてもらうしかないの。自力で?でも見つけろって言われても一体どこを探せば。見覚えがある場所はない。あ、そういうことなんだ。おのおのなんか、見覚えがある場所がその人たちの出口なのか。日和ちゃんの突然の問いかけに私たちは揃って首をかしげることになった。私たちが黒染め楼閣に来たのは今日が初めてだ。地上の恩宮寺の屋敷ならともかく、地下に見覚えがあるはずはなかった。いや、でもあるんでしょ。でもあるってことでしょ。と思っていたのに。あ、なんなの？気づくと大輔さんが列から外れ、片側の和室に足を踏み入れていた。大輔さん、離れるとはぐれてしまうかもしれませんよ。ここは暗いから、誰にも声をかけずに列から離れてしまうと、そのままはぐれてしまう可能性もあった。でも今の大輔さんの耳には私の声が届いていない様子だ。何かに気を取られ、周りの声が耳に入らなくなってるらしい。あれ、見えるか。大輔さんは和室の奥を指さす。え？その方向に目を向ける。でもそこには何の変哲もない和室があるだけだった。家具もなく、大輔さんの注意を引くようなものは見当たらない。何の話ですか？大輔にしか見えないの。いや、この部屋だけ他とは違うだろ。他の部屋と同じに見えますが。大輔さんは信じられないものを見るような目で私を見た。あれが見えないのか？何が見えてるんですか？俺の実家の部屋が見えるんだ。あ、じゃあそっから出れんじゃない？そう言いながら大輔さんはさらに和室の奥に踏み込んだ。大輔さん、一人で行動するのは危ない。引き止めようとしたけれど途中で声が出なくなる。え？え？大輔さんの背中の色彩が薄くなっていた。いや、背景に溶けるように透明になっていたのに。あ、止めるべきか止めないべきかなのかこれ。大輔さん待って。まずいと気づいたけれど一歩遅かった。え？前に進み続ける彼の背中の輪郭はあっという間にぼやけて色を失って完全に見えなくなってしまった。え？大輔さんが立っていた線を踏み越えたのに、何の衝撃もない。やっぱ一人一人違うのか。大輔さんは完全に消えてしまった。戻ったってこと？どういうことなの？大輔さんが消える瞬間を目撃した若葉さんたちは動揺していた。しかも一番頼りになる大輔が。どうやらあの人が一番最初に出口を見つけたみたい。
全員の問いかける視線が日和ちゃんに集まった。出口、この世界は私たちともつながってるの。だから記憶の中にある景色が見える。あ、そうなの。どういう意味？そのままの意味よ。この世界は私やあなたたちともつながってるの。え、どういうこと？だから世界の一部があなたたちの記憶の中にある風景になる。例えば実家の部屋や学校の教室、職場の勤務室とかにね。そしてそこがあなたたちの出口なの。私には何も見えなかった。やっぱ一人一人違えんだ。大輔さんが指さした先に私は何の景色も見えなかった。そこにあったのは死んだように暗く沈んだ和室があっただけだ。そういうものなの。出口はその人にしか見えない。そしてその出口を通れるのも見える人だけ。だからあなたたちは自分だけの出口を自力で見つけるしかないの。え、バッドエンドがさ、あと5個か。全部で6個あんのに俺1個しか取れてないよ、バッドエンド。こっから5個取れる。大輔という人なら大丈夫だと思う。実家の景色が見えたみたいだから、出口を見つけて現世に帰ったの。あ、実家の景色は当たりなの。今度はそういうものなのだと、目の前の不思議な現象をすんなりと受け入れることができた。とにかく大輔さんは自分の時代に帰ったのだ。別れが唐突だったことは寂しいけれど、大輔さんが無事に現世帰れたと分かったのだから、それで十分だ。よかった。なんか時代は超えて現世の方で会えたりすんのかな、みんな。なんかもう大輔さんは、大輔さん10年前とかだっけ。だからちょっとずつ老けた大輔とかに会えたりすんのかな。あ、でもそうな、そっか、まあそうだな。それじゃあ私たちも出口を探して歩き回るしかないのね。そういうこと。ほら早く行こうぜ。明宏くんに背中を押された。私たちはまた葬列のように列をなして、暗い廊下の中に自分だけの出口を探して練り歩いた。なんか自分だけの出口っていいね、響きが。俺だけの出口探そう。そうしているうちに、みつかちゃん、次に若葉ちゃんが、若葉さんだった、が自分の出口を見つけてそれぞれの時代に帰っていた。あ、終わろうとしてるこのゲーム、もしかして。残りは私と清泉くん、よしこさんの3人になる。え、そして私も出口を見つけた。あ、もう唐突に思んの、このゲーム。暗い和室の奥に生まれ故郷の漁村の風景が見えた。真っ暗な世界に風穴が開いたように白い砂浜、光の粒を浮かべた紺壁の海原が見える。紺壁かな。ここにあるはずがない景色なのに、風の息吹が感じられそうなほどその光景は鮮やかで生き生きしていた。4人目の機関車はあなたね。私の表情の変化を読み取って、日和ちゃんがそう言った。その景色の中に入ればあなたは現世に帰れる。え、もしかしてだけどさ、ここ入ったらさ、ファーストステージクリアおめでとうって言われてさ、また新たなさ、4人くらい集められて違うさ、こういうデスゲームみたいなのが始まったりすんのかな。出口を発見できて嬉しい反面、ケイズミ君や、ヨシコさんを残して先に帰ることにためらいを覚えた。この子たちのことは心配しないでください。え、そう言ってくれたのは千早くんだった。ありがとう。出口を見つけるまで僕らが付き添いますから。え、お前ら急にいいやつだな。まあ、千早くんずっといいやつだけど。変な心配するなよ。子供は俺たちの仲間だから中途半端に見捨てたりしねえよ。それに老人を放っておいたりもしねえ。お前らぶっきらぼうながらも秋広くんも串添えをしてくれてる。本当？俺たちが嫌いなのはお前ら大人だけだ。できれば私たちのこともそんな毛嫌いしないでほしいんだけど。僕のことは心配しないで、自分で何とかするから。いや確かにお前は十分できそう。ケイズミ君本人もそう言ったけれど、表情は動かず、声にも覇気がないから逆に心配になってしまった。現世に戻りたいならこの機会を逃さない方がいい。この場所は時間が経つと構造が変わってしまうから、あなたの出口もいつまでもここにあるとは限らない。日和ちゃんの言葉がとどめになった。私は膝をついて千早くんや秋広くんと目の高さを合わせる。千早くんは素直に目を合わせてくれたけれど、秋広くんは警戒心をむき出しにしていた。ケイズミくんとヨシコさんのことをお願い。大丈夫です。僕たちに任せてください。ありがとう。
でも、不意に千早くんの表情が曇る。え、現世に戻ることに迷いはないんですか？え、どういうこと？え、だってまた殺されてしまうかも。あ、そうなの？ループしちゃうの？で、またここに戻ってきてっての繰り返すことになんの？千早くんは私が戻った後のことを心配してくれてるようだ。大丈夫だよ。次は絶対逃げおわせてみせる。え、刺された後の時間に戻るんじゃなくて、刺される前の時間に戻れるの？千早？日和ちゃんが千早くんの隣に立つ。私たちが関わることじゃない。うん。千早くんは、うなだれたまま下がっていった。私は立ち上がって深呼吸をしてから光の中に足を踏み入れた。あ、暗闇に慣れた目に、光は眩しすぎて思わず目を閉じる。砂浜に置いた足に浮遊感を感じた瞬間、体がどこかに引っ張られていくような感覚があった。あれ、そういえば私、千早くんたちにここに来た理由話したっけ？あ、確かに。大輔さんたちにも般若面をかぶった人物に殺されて気づいたらここにいたという話をした。あ、だからここで隠れてたとかそういうことなのか。どっかで聞いてたのか。でも千早くんたちは逃げ回るからゆっくり話もできなかったし、自己紹介もしてない。千早くんたちの名前を知ることができたのも、彼らがお互いをそう呼び合っているのを聞いたからだ。きっと千早くんたちは私の名前も知らないはず。なのにどうして私が殺されたことを知ってるの？振り返ろうとしたけれど遅かった。意識が薄れていて、まともに考えられなくなり、気づくと思考の糸は途切れていた。あ、現世なのか。四章帰還。